あきた、こんにちは。 BTS みやきチャンネルをご覧の皆さん、カラオケのやつやん。今から7レース7レースです。7レース見ていきましょう。チャンネル登録お願いします。みかんちゃんの回目を発表します。手書きで申し訳ないです。ちょっと今回あんまりに微妙だったんで、今日の福岡迷ったんですけど、みんなに頭で買ったんでみんなに乗っかってみました。に頭の156156でさっきなんか5切ったって言ってたんですけど、なんか5調子いいよって言われたから3を捨てて5にしました。で6は大山千尋選手を応援してるんで、ちょっと個人的な、ちょっと待って、ピーチャーさんの回目見て。やばい、福田さんが通るのちは。ちょっとせかしたんで、いつもの回目かぶりがありましたけど。マジかよ。いいや。えみさん。いけいけいけ。えみさん気合い見せてよ。えさすごい。えなんで？えみさんいいね。えそうから行くの？いいよ。でも持ってないよ。浮きましたね。236。236。しんちゃんさんやっぱりね、聞いてください。私のさっきの。いやでも1まだちょっと6厳しいかも。ああ刺されるよね。231。231。ある。わかんない。手元にない。なんで？落としたの。ね、福田さん。ピーチャーさん231ある。やった。頑張れ。ピーチャーさん。やば、足つり損ねた。236はない。231は。つりかけ損ねたことある。231ある。頑張れ。231。しかも5枚500円。しかも54.4。いいじゃんいいじゃん。2万5千円。え？5万？2万5千円。おいおい。2万5千円すごいだろ。5万に聞こえた。ねえ福田さん、さっきさ私がさこれで消す前のやつ見たの。書いてた。書いてた。やっぱそういう時さあるよね。ピンも一回前消してさ。231です。イエーイ。寿司おごって。5440×5。寿司おごって。2万7200円。え、すごくない？これでくら寿司で唐揚げいっぱい食べれるね。イオセル頼んじゃう。切り替えて8レースいってください。ちょっと寺田チャンス一旦ステイでお願いします。この回は寺田チャンスステイステでステの寺田次しかないけど大丈夫。3レースしかないけど。あ、そっか。火が効いとくか。ピーちゃん聞いときます、うん、じゃあ前日予想でいいですか、とりあえず、うん、じゃあすいません恒例のお願いしていいですか。寺田チャンステイで皆さん前日予想を紹介していきます。はい。福岡8レース、寺さん本戦6点、狙い目8点の合計14点です。本戦1の235、2345、狙い目が341、2345。これ3頭きたらすごいですね。でもね。うん、1位の345345,000円で買いました。500円か迷いましたけど1,000円で。中村さんが2着以内で優勝戦で、モーターは3番目に良かったから、あとはもう4号はもうこの辺願望です。3 4頭 P はもう願望、雨竜さん頭もあるのね。基本的にはもう1頭で、うん、まあ見てます。でも入りそうよね、この一番下をね。でもやっぱり、ね、勝率見ちゃうんです、ずっと。一番下が寺田さんのか、そうそう、これ寺田さんです。3が行きそうだけど、行ききれない。ほぼ揃いです。4。うりゅうさんまくってった。捨て刀剣ね、私、捨て刀剣ね。頭いかんでよ。なんか並んでる。3まだ全然いけそう。さあまだここ突っ込めば見捨てとうよ、見捨てとうけんね。あ、突っ込めんか、突っ込めんすね。こういう時に限ってさ、に頑張っちゃうっていうか。え、てかもうそもそもじゃね。4アトム来た。いやー、届いてない。2でもまだこれ厳しいですね。まだわかんない。どこがですか。まだわかんない。頭もまだ変わる可能性は。ああ、もう変わらん、もう変わらん。うわー、来てるよ。でも1、2行くね。2頭で買ってる人なんて思いなかったじゃない。ほら2頭だ。見てる。うわー、なんでそんな膨らんじゃんだったんですか。うわ59倍。いやでも3になるかも。かかってる。さすがにか。でも重たいんで。するね。1番の方何回聞いても覚え。うわっ。おつ高い方になった。ね。241来い。厳しいね。241は三やの。243？243。しぶちゃんすごいよ。すごい。めっちゃ当てる。ね、私の待ち受けのおかげなんで、これちょっとバックしてほしいですね、ちゃんと。私のことを待ち受けにしてるっていう。どれぐらいバックする。80バックはちゃんと。ほぼやん。ほぼ。でも瓜生さんやっぱ上手ですね。配信次のあれで終わりですよね。次の終わりです。電話かけたいけんとかわいそうじゃない。寺田チャンス。寺田さんによろしくお願いします。好きな食べ物だけ聞こう。今日プロレスじゃないから。あ、違うの？今日九州プロレスじゃないから。お疲れ様です、寺田さん。ちょっと夏みかんちゃんに変わります。お久しぶりです、寺田さん。ちょっと今寺田チャンスを発動しまして、9レースの寺田さんの本命をちょっと教えていただきたく思っております。ちょっと折り返してよろしいですか？はい。実はここめちゃ聞いてよかった。9レースめちゃむずらしいです。あ、めちゃむずなんだ。じゃあまた電話ください。はい。はい、お願いいたします。お願いいたします。はい。寺田チャンス。喧嘩が起きそうな。タケノコとキノコ。ああ、タケノコ。私もタケノコなんですけど。はい。ピーちゃんキノコらしいですよ。ピーちゃんキノコでしょ。うん。じゃあキノコでさ、その何じゃ言ってよ、その魅力を。だってさ、キノコって上食べたら下モサモサするよ。いやそうなんです。でも上食べただけでも結構ネチョネチョするじゃないですか。チョコだけじゃない。だからそのそれはない。しかもさ、クッキーの感じもタケノコの方がサクサクじゃないですか。タケノコだって触ったら手パカパカ。ああ、なるほどね。すごい説得力ある。確かに。ツイッターでスーパーの店員がはっきり言いますが、タケノコの方が売れてますって。でしょ？ほら、タケノコ持つとこない。それはちょっと納得できた。いやでも下あるけん。いやわかる。こう出て結構持った時にさ、ここがさもうバサバサあるやん。食べ方ですわ、ほんまに。寺田さん難しそうですか？ここはちょっと薄めに穴狙いでいったがいいですね。穴狙いで金額をちょっと抑えめにしてちょっと点数増やしたがいいかな。あ、そういうこと。私今9000円マイナスなんですけど、いや、はははじゃなくて寺田さんより当ててるんですよ。取り返すならここですかね、穴で。そうですね、もう極端だと思います。もう本命で行くんだったら13流ししかないと思います。だってやっぱり篠崎選手が地元でかなり気配上げてきてるので、ズバリ穴狙いで言うと3からの456。でも全然ありそう。456。3頭の456456ですか？ですね。実は船岡選手これモーターいいんですよ。10選手が乗ったんですけど。その前の節でいいモーターだったんですよね。はい。で、船岡選手が最内切り込んで2着まで届くかなっていうのと、中村選手の5コース勝率が非常にいいんですよね。篠崎選手が全速での1着勝負で行くんだったら着外に飛ぶ可能性があるんで、そうなると5のまくり差しはちょっと面白いので、1-5だと結構いい配当ですよね。ここは本当に本来であれば剣した方がいいぐらいちょっと難解な。あ、なるほど。外れたらまた折り返すんで、絶対に出てくださいね。絶対出てくださいね。ありがとうございました。はい、どうも。寺田チャンス。やめろ。みかんちゃんの解明発表。こんな感じです。軽く穴狙いでいきました。3頭の14561456を200円ずつです。寺田さんに乗っかり、寺田さんに乗っかったんですけど、ちょっと位置捨てたくなくて位置入れました自分で。ってな感じです。1と32と345と4頭と5頭も買っとった。お、え、5頭もあるんだ。3のスタート注目ですね。どうなの？かっこいいとこ見せてちょうだい。ふとし行ってない。ふとし行ってない。なんかみんな並んでますね。でもふとし回っていくんでしょ。回っていくんでしょ。すごい。あ、いや5や。ふとしはもうさすしか。え、ふとしうまい。いけ。ふとしもっといけ。どうなんですか、これは。3ある、3ある。しかも1スタンダーよかったね。だとしたらもう1回でも行くと思う。思いっきりまくって。ピーちゃん一応当たりですね。はい。ふとし行って伸びて。くー。でも135倍ある。135じゃないと132じゃなくて。キビーか。喉潰れたわ、あの一周目で。わあ、でもなんかいいもの見ましたね。こうなるんや。でも寺田さん当たり、13流し。しかも17倍だったら全然。ね、いいですね。13の方だけで言ってた人も全然プラスだと思うんですよ。500円で買ってたとしたって。ピーちゃん8700円。イエイ。おめでとう。ピーちゃん。確かに持ちやすい。やろう。しかも上だけ先食べて、上だけ先。え、別々だったら本当魅力なくない？こう、あるよ、それは。あるの。あ、これだけになっちゃうじゃん。飛ばすなよ。妖精飛んでった。これだけになった後にクッキーだけを楽しめたことです。でもそれだけが好きな人が、俺、僕、子供の頃、いとこがそっちが好きで。上だけ食べて下いとこにやりよったな。あれ？夏見予想発表していい？もういいよ。みかんちゃん41流しにしました。これいくらかな？本命は捨てました。いいわ。123423456。ほぼ全部。ほぼ全部。全買した？全買したけど。あとは2頭4頭。もうこれはまあ願望です。でも基本的にもう1頭。あ、そうだね。穴もちゃんと買って、穴と本命どっちもいっちゃってる。こちらも勝負掛け5号艇山口裕二、大里は6号艇。頑張ってちょう。行ってない？1番2番3番4番5番6番。出てる？一頭。いや行ってない。揃ってます。スタートは。けどここから伸びるよよ。グイッと、ああダメ。5やん、5。1号まである。1号まである。1号まである。ないよ。いやー、2だ。使ってない。いやー、いった。回れるかな。126歳ですね。うわ、跳ねる。いや。うわ、13。うわ、いく。体動いちゃうな。寺田さん絶対手につけてない。いやでもまだこれ。うわ。危ない。うわ、いった。上手。めちゃくちゃうまい今の。もうダメ、もうダメ。やっぱさ、プロ同士ってすごいですよね。25なら寺田さん予想当たり。125？見て110。おお、満州だ。うわ、25。うわ。これ34絶対売れてるんですよ。この1位2位の2人なんで。なんで5に25も多分つくんですよね。山口、3番手2号艇の平本、最後差してくる3号艇の宮地ですが一歩届きません。誰か当たった？誰延長しようって言ったの？先頭1番ゴールド。誰？本当にどうなってるんですか？どうなってるんですかこれ？11S、12S、逆立ちしとくずっと。逆立ちして寺田さんの家まで行ってください。黄色の人うまかですね。いやめちゃくちゃうまかったですね。ドゥンってこう競ることもなくこうドゥンってこう2周2マークですね。すごくない？すごかった。なんかやっぱあれがプロのね抜き方よね。さあ残り2レース頑張っていきましょう。はい。11レース予想していきましょう。行きましょう。ちょっと最初のルールとはずれますけど寺田さん予想一応。はい。奇数手135がよく見えました。135ボックス。あと抑えるならちょっと点数は増えてしまいますが。135、135、26。4いらない？奇数手がよく見えたそうです。走ります。走りも。あ、紙発表しなかったね。うん。けどもうここに。疲れも見えてきましたが、最後まで頑張ります。運動会。花火で全部。消そう。火とともに記憶をしたいです。花火ある？ねえ、ピーちゃん言って。だってもうラストチャンスですよ。その季節的な。向こうでやる。いやここじゃできん本当に。なんかその久留米のなんか芝生で。なんか打ち上げなかったらいいみたいありますよ。手持ちだけだったら。その顔面白い。ああ、今のああなんのああでしょう。そうそういいですよ。大人なんでね、私はもう22なんで、社会人なんで諦めは悪いです。よしやるよ。はい。これ絶対使わないでくださいね。ずっとあんためにパンツ見せとって。あ、わかった。いい。あ折れるよ。混んで。なんで。なんか飛んだで今。ボラ。ボラ跳ねた。ボラが跳ねたってことは？ボラが跳ねた。え、そういうこと？いいよ。ひとしいいよね。アウト行ってる。アウトが行ってる。5が。え、5ないよ。マジで。うん。防げ防げ。1。寺田さんが言ってた。奇数手。え、めっちゃ良くない？え、待ってマジでこれさ、1、2、3でマン張りしようって言ってたのマジワンチャンありましたね。あ、でもほら切れた。寺田さんが言っとるようにやっぱ3で取る奇数。これ絶対1、3になる。1、3、5ならもう寺田さん。乗った。いいよ、2に入って、いいね。3が飛ばして、2が入る。よし。1、3、5で決まりました。悲しい。2、3、5、2、3、5にしとけばよかったね。人気決着でした。1、3、5、940円。ピーちゃん何枚持ってましたか？500円。500円持ってました。4700円でございます。イエーイ。イエイ。50円単位もかけれないですよね。かけれません。さあ最終レースです。はい。最終12レース。寺田さん予想お願いします。返事は3、4。でもやっぱ石の信用金庫と言われる、うん、石野選手の1号艇から1の。3、4、5、2、3、4、5。田中夏実です。田中夏実です。田中夏実さんよろしくお願いします。お願いします。ちょっとイメージ悪い。田中夏実さん。最初によくわかったね。ちょっとイメージ悪い。よくわかったねじゃない。ありがとうございました。じゃあもうちょっと上半身だけ先。先上半身だけ。ありがとうございました。イメージ悪いなあの子。最終組もじもじして田中夏実です。お願いします。負けられない戦い石の。なんかさ、あの映像見たら落ちた子がさ、ふざけんじゃないよって。でもなんかさ、魅力があったんよ。でもさ、やっぱそのみかんちゃんに。そのみかんちゃんに魅力があったんだよ。すごいよね。でもやっぱ気づけた。原石だと思ってくれたんですかね。審査員の人が。うん。秋元先生。秋元先生おったあの時。はい。すごい。何歌いました？前田敦子さんのフラワー歌ったよ。で前の人と歌かぶっちゃって。あら。前の人はサビ歌っとったんやけど、サビの前でこうやって止められて、もうカーンってことじゃないですか、もうそれ、終わって、終わったと思ったら、本当合格の決め手って何だったんですかね、夏みかんさんの今話されてた。でも自分的にはあれかと思います、質疑応答。ああ、なるほど。話せるかどうか。なんか女の人に小六にしては背大きいですよねって言われて、背が大きくて良かったことは何ですかっていう質問が来たんです。私はなんかその一番背の順で一番後ろだったのが嬉しかったって、ずっと後ろなのが嬉しいっていう意味で、みんなのこと見下せて嬉しかったですっていうなんか言ったその時それはなんかちょっと笑ってくれて、みんなそれだけです。質問その1個だけで終わった。それか。二次審査の時はちなみに前田敦子超えるって言いましたいや、審査員と同じリアクション、みんな爆笑してた。それを小学生が言うっていう。確かになんかその PR っていう意味も分かってなくて、自己 PR の意味が、けど昔は絶対にその歌とかダンスとか練習するよりそういう印象に残ることの方が良かったと思うんですけど、今ってもう合宿があるからちゃんと歌も練習してダンスも練習した方がいいです。もうこんなオーディションも二度とない、奇跡みたいなオーディションはないです。123までいけてもその後落ちちゃいます、ね。私は1頭の346346で行かせていただきます。はい、最後1000円で勝負いきましたね。はい。私は1234236で、あと3と2頭1個ずつ買ってます。1の2着もちょっと抑えとこうみたいな感じですかね。はい。はい。いやー、大山さんちょっと遅れたんじゃない？誰さん？大山さん。シミステ東京。3がいってる。あ、3もいった。お願いやめて。うまい。5はきっと音よ。6いって。4行き過ぎじゃない？ここ。ワンちゃん。4だ。マジかよ。まだいける。いや、もう渋いてる。むずくね。お願い。石野さん、信用金庫して。三着釣り応援しよう。ここ。うまい。うわー、ちいちゃい。もう一回ある。直線は女子なんでやっぱり軽いんで。確かに。1切り替えしました。かっこいいちいちゃん。もう一回外です。でもこれは。ちいちゃんいけるよ。させる最後。うまい。あ、跳ねる。前原さんうまい。416ですね。416。416、11670円。すごい。今日満州何回出ました？出ましたね、やっぱ。2回。福岡らしさが最後の方は特に。結果発表。いやー。結果発表。じゃあみかんちゃんからいきましょう。はい、みかんちゃんの今回の成績は、はい、マイナス2万5千円でした。苦しかった。苦しかったですけど、まあ途中取れたんで、それ取れてなかったらもう当たったのは2レースかな。はい、で14000くらいですかね。7000円ぐらいで。詳細はね、下に。はい、まあまあじゃないでしょうか。難しかったです、特に今日のレース。後半ね、体力だいぶやられて眠たそうにしてましたもんね。どこがですか？元気やで。もしくは10レースの最後の方を見てもらえば青春やかと思ってもらうとか。ピコちゃんははい、こちらプラス6000円です。おえ、プラスで終わった。すごい。的中率が多分相当良かったけど、何レース当たったっけ？何レース当たったの？もう数えれんぐらい当たった。てか当たったレースの方が多いってことですよね。だから半分は当たったよね。多分。半分は当たりました。今日はじゃあ、ひなちゃんに負けということで5回お休み。長いって美味しいまんま食べれて長い時間でしたけど、お疲れ様でした。ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てね。最後のところもう1回だけいいですか？ちょっと音の関係でごめんなさい。今ねえ、怖い顔しないでよ。すいません。もう一回だけやってもらっていいですか？すいません。カメラマンは音が悪くないか？